はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は襲われカルマケンジに警察のなんか資料室で襲われて裁判に来て絶対絶命だっていう、絶対絶命までいかないか、なんか普通に淡々と進んでいって、あ違う、あれはあれだわ、このおっさんがハイネがこのおっさんがハイネだってことを証明したいけどできないみたいな感じになって、でとりあえずオウム呼んだんだよな確か普通に。で今からオウムの尋問をしていくっていう、ちょっとわけわかんないけどやっていこうか。立派なオウムですね。お名前教えてください。お名前そんな切れなくてもいいだろう、相手オウムだぞお前、飛ばないだけいい子だろう。無視されました。小動物に無視されるのって結構答えるんだよな。コーン、では証人、あなたの飼い主が誰なのか証言をお願いします。え、証言できんのお前、嘘、そんな喋れんのお前。おはよう、おはよう、そうだよな。よく喋ったよ、むしろ。むあっさりした証言でしたね。では尋問。はい、どっとするの、なるほど。だからオウムが知ってるキーワードを投げればいいんだよな。どうしようお前ちゃん。3分の2点点点点なんだよ。ああ、そこだけなんだ。待った、何を待つんだ。証人、挨拶だけでは話は前に進まない、ちゃんと証言していただこう。じゃあ舞ちゃん、じゃあ舞ちゃんお願い。え、何で、何を聞こうか。あ、そういう感じで聞けるんだ。まだじゃあお名前は、名前言わせてみるか。さゆりさん、さゆりさん、お名前は。さゆりさん、さゆりさん。なるほど君、このオウムがさゆりさんであることは分かりました。それが管理の正体と何か関係があるのですか。さゆり出てきてないもんな別に。さゆりは出てないもんな別に。みつるぎのお母さんがワンチャンさゆりが、あ、はっ、えっ、みつるぎは子供にエレベーターに閉じ込められた、局の酸欠状態で記憶を失う、逮捕された直後婚約者の松下さゆりが自殺している。裁判官、もちろんあります。今気づいたわ。資料もらった時すごい流してたけど今気づいたわ、もちろんあります。はあ、うん、面白い、オウムの名前が管理人の正体を証明するというのか。ではその証拠を見せてもらおうか。なるほどく、はったりもほどほどに。いいかい、僕たちが証明するのは管理人は誰かじゃない、管理人はハイネだということなんだ。つまりさゆりという名前とハイネを結びつければいいのさ。裁判長、オウムの名前が管理の正体を明らかにするという証拠は。裁判長、ぜひともね、これを見ていただきたい。裁判長、TL6 事件の資料ですか。資料といってもかなりの量がある。弁護人が言う証拠とはどのページなのか、そこまで示してもらいたい。ふむふ、弁護人、では示してください。オウムの名前と関係する資料のページはどこですか。お前3ページしかないだろお前、何がお前分厚いじゃんお前、甘えんじゃねえ。容疑者だよな、一応確認するけどさ、容疑者だよな。そうだね、容疑者だね。よし、行こう。それは容疑者のデータのページです。ここにはハイネ・コウタロのデータが書かれています。彼が逮捕された直後、婚約者が自殺していますよね。ふむ、確かに資料に書かれていますね。婚約者の名前は松下さゆり。そういうことです。
彼は自殺した婚約者のことを覚えていた。だからペットのオウムに婚約者の名前を付けたんです。なるほど、考えられることですね。は？そんなのは偶然に過ぎない。我が輩の孫が飼っておる犬は竜というが、弁護士、貴様は我が輩の孫の婚約者か。孫はまだ7歳だぞ。そうですね。確かにそれだけでは根拠として弱い。もう一つぐらい何か欲しいところですね。そんな。なるほど。でも一歩前進だよ。あと一つ。何か手がかりをつかめば。そうだな。では、証人。証拠をつけてください。これあれじゃない？もしかしてさ。なんか、金庫の番号ってさ、なんか、1228だったよな、多分な。多分そうだよな。これでいいのかな。黙ってちゃわかりませんよ。我が家には喋ってる貴様の方が理解できん。とにかく、サイリさんから情報を引き出して、アイネさんだっていう証拠を裁判長に見せないとね。お前、ここだけかな？おはようだけなのかな？あ、これね。これ、金庫の番号じゃない？確か1228だったよな。金庫？なんで？まあまあ、とにかくやってみなきゃ始まらない。さゆりさん、お部屋にあった金庫の番号を教えて。1228、1228。随分不用心なオウムですね。で、なるほど、くん。まさかこの番号が管理の正体と何か関係があるんですか？裁判長、先ほど提示した資料の中にそれは書いてます。関係があるからこそ証言してもらったんですよ。ああ、バカバカしい。金庫の番号が管理人の正体を語るというのか。それならば証拠を見せたまえ。金庫の番号と管理人の正体を結びつける証拠だ。ふん、調子に乗るのも大概にしとけよ、お前。DL6 号事件の資料。貴様はよほどその事件がお気に入りのようだな。なるほど、君。この資料のどこに金庫の番号が関係するというんですか？裁判長、自分で目を通してみてくださいよ。たかが3ページしかない。クソ簡単な内容で。見てくれ。それは事件概要のページです。事件概要ですか？正確には事件の起こった日付です。事件が起こった日？12月28日。15年前のまさに今日の日付ですね。そして金庫の番号は1228です。はぁ、TL6 号事件が起こった日付を金庫の番号にしてあるんですよ。彼にとってその日付はそれほど意味のあるものなのです。なるほど、不思議な一致ですね。確かに日付を暗証番号にするというのはよくすることです。そんなのは証拠にはなるまい。我が輩のキャッシュカードの暗証番号はよろしくだが、これはよろしくの語呂合わせで日付とは何の関係もない。そこまで。どうやら結論が出たように思います。考えるまでもない。これは単なる偶然だ。そうかもしれません。しかし単なる偶然は二つ重なることはありません。裁判官。何を言う、裁判長。ボート側の管理人を呼んでください。すぐに。おい、やっと出てきたじゃねえか、お前。証人、あなたの名前を聞かせていただきたい。何？待ちたまえ。この証人は。もう、いいですよ。はっ！はっ、かっこいい。急にキリッとなったな、お前。これ、声変わるわ。私は目的を果たした。それで十分です。なるほど。なんだか雰囲気が全然違うよ。あれか。彼の本当の姿だったんだよ。世間から身を隠すため、彼はずっと15年間芝居を続けていたんだ。
証人、改めて伺いましょう。あなたの名前は？愛根幸太郎と申します。15年前までこの法廷で係官を務めておりました。目つきがちげえな、有能って感じするわ。はいね、幸太郎、あなただったんですか。生倉弁護士を殺害してその罪を御剣霊寺に着せようとした。その通り、全て私がやりました。言っちゃったらどうなんの。でもねえ、このカルマいる意味ないもんな。お前が自白しちゃったら。15年前の事件で私は被告責任立たされました。生倉弁護士は私の精神状態を問題にしました。無罪になるためだと生倉に説得されて、私は心神喪失の芝居をする羽目になりました。私は無実だったのに、彼は信じようとはしなかった。無罪にはなったものの、私は全てを失っていました。仕事も婚約者も社会的な立場も何もかも。それから15年経った今年になって、私のもとに一通の封書とピストルが届いたのです。それには今回の計画が細かく書かれていました。私の人生を破滅させた人物に復讐する計画。差出人が誰なのか、そんなことは問題ではなかった。15年経った今になってやっとチャンスを得たのです。生倉幸男と御剣霊寺に復讐できるチャンスを。もう思い残すことはありません。ちょっと待ってください。御剣賢治に対する復讐、それは一体どういう意味なのですか。それは私の口から言うべきことではありません。御剣霊寺本人に聞いてください。とにかく生倉弁護士を殺害したのは私です。もうカルマ号のいる意味ないもんな、面目が。カルマ検事、ハイネ幸太郎は緊急対応した。自白の内容におそらく間違いはないだろう。ということは三剣霊治被告は無罪だろう。この件に関しては。ふむ、わかりました。では被告人、証人席についてください。おー、すごい。なかなか見ることないもんな、この光景。まだいくつも謎が残っています。しかし、とりあえずあなたの容疑は晴れました。山倉弁護士殺害事件について判決を下したいと思います。異議はありませんね。おかしい。なぜカルマ検事は何も言わないんだ。では、御剣霊寺に対する判決を言い渡しましょう。無罪。ババーン。おめでとう、ミスリー、おめでとう、ミスリーかっこいい、最高、おめでとう、おめでとう。では本日はこれにて閉廷。あ、そこで異議ありでもないんだ。あ、ほら、いや、これミスリーじゃない今の声。今の異議は一体どなたが。カルマじゃないということは、まさかに見つれけ。裁判長、ただいまの判決に異議を申し立てる。どういうことですか。私は無罪などではない。聞いてん通り、ハイネ幸太郎は復讐のため殺人の罪を犯した。何のための復讐だったのか、それは。なるべく水源氏、自分が犯人だって言おうとしてるよ。 D65 事件の真犯人は自分だったって。お父さんを失せたのは自分だって。まずい、どうする。いや、これでもワンチャンあるんじゃないか。ワンチャンさ、別にそこまで。あれなんこれ、あ、違うな。いや、俺いい申し立てなくてもいい気もするけどな。まあ、一応噛みつくか。噛みついたら悪いことはないもんな。判決はすでに下されました。御剣の発言は、昨日もこんなことがあった。有罪判決が下った直後、ある証人が異議を唱えた。
ああ、やはりね、やはりのことか。我々は聞かなければならない。ミツリギレイジの言葉を。その通りです。私たちは聞かなければなりません。向こうの15年間、私はある夢に苦しみ続けてきた。声かぶっちゃったな、お前。ハイネとニューハイネとかぶっちゃったな、真の姿と。ただの夢だ、そう自分に言い聞かせてきた。しかしそれは夢ではなかった。ハイネコータローは犯人ではなかった。それはあなたの父上が亡くなった事件のことですか？撃たれた距離から考えて父は自殺でもなかった。そう、全ては明白だった。犯人は、あの事件の犯人はこの私自身だったのだ。裁判長、私はここに罪を告白する。まさに今日、時効となる DL65 事件について、犯人はこの私なのだ。そっち刺すの？逆じゃない？裁判長いる位置わかんねえけど。あー、まあそっか、こうだったらそうだな。まあまあまあ、静粛に。恐るべき事態が発生しました。無罪になった被告人が全く別の罪を告白している。しかもその事件は本日が時効なのです。一体どうすべきか。うん、決まっておる。この場で裁いてしまうのだよ、この男の15年前の犯罪をな。ここで5分間の休憩を取りたいと思います。その間に私たちが取るべき道を決定したいと思います。では休憩に入ります。まあね、向こうもな、結構資料とか集めてるからな、強気に来れるんだろうな。本当にすまない。なるほど、君の努力を無駄にしてしまって。ミツルギケンジ、自分にはまだ信じられないっす。まさかあなたがお父さんを。私だって信じたくないさ。しかし事実だ、私は罰を受けなければならない。いかなる理由があっても殺人は殺人なのだ。なんてこったっす。何してるの？ああ、法廷記録の内容をもう一度チェックしてるんだよ。これから証明しなければならないからね。証明するって何を？決まってるだろ、ミツルギレイジの無実だよ。はあ、何を言ってるっす。ミツルギ賢者認めてるっすよ。その自分の罪を。悪いけどミツルギ、僕は信じてないんだ、お前の悪夢なんて。なんだと？悪夢は所詮悪夢だよ、現実じゃない。現実に残ったことはこの法廷記録が知っている。あ、でもさ、あれだよな、一応銃弾もらったもんな、これ。あ、でもこれだけじゃ分かんないよな。とにかく本当の勝負はこれからさ。僕には証明できるはずだ、君の無実をね。なるほど。一回そのミツルギのあれ聞いてからやめようかな。では審理を再開しましょう。いいか裁判長、ミツルギレイジは自らの罪を認めている。まず彼の証言を聞こう。そして無駄だと思うが弁護士が尋問をする。 TL65 事件は今日で時効が成立してしまう。変則的だが、こういう手順で審理を進めたい。なるほど、弁護人、異議はありますか？ありません、それで結構です。カルマ、こうなることを最初から計算していたのか。わかりました。ではミツルギレイジ、証人台についてください。証人、名前と職業は？ミツルギレイジ、検事をしている
今から15年前、証人は父親であるミツルギエを誤って死なせてしまった。間違いないか？間違いない。ではその時のことを証言してもらおう。昨日ミツルギの話を聞いていて、一つだけ納得できなかった点があった。そこを追求していくしかないだろうな。お願い。ここででも降りてくる可能性もあるからな、お姉ちゃん。私はその日、父親の法廷を見るため裁判所へ行った。その帰り、地震によって私たちはエレベーター内に閉じ込められた。まだあれだな。父とハイネは次第に落ち着きをなくして争い始めた。その時私の足元に何か重いものが当たった。私はそれをハエに投げつけた。争いを止めようと思ったのだ。次の瞬間、一発の銃声、そして悲鳴が聞こえた。ものすごい悲鳴だった。今でも忘れられない。それが全てだ。でも暴発したみたいなのなかったっけ？言ってたよな、何せ、星影先生か。星影先生かな。ソニーはこれまでその記憶を夢だと思っていたのですよね。私たちは5時間エレベーターに閉じ込められていた。エレベーターの中は酸欠状態になり、私はその時の記憶を失ったのだ。ハイネと同じ症状を使用するわけか。わかりました。ではなるほど君、尋問をお願いします。はい。一応全部聞いていいかな。とりあえず関係ないと思うことでもね。その日お父さんはどんな事件を？よく覚えていない。覚えているのは2つ。父が負けたこととカルマケンジが相手だったことだ。あ、これ大事じゃない？これ結構。カルマケンジ、あなたが扱った事件でしたか？15年前のことだ。細かいことは覚えておらぬ。確かミツルギの父親に不正を指摘されたんだっけ？閉じ込められたのは君も含めて3人だったな。そうだ、私と父とハイネ係官。最初はどういうこともなかったのだが、数時間待っても助けは来なかった。その時君はどうした？私は当時9歳の子供だった。何もできるはずがない。怖くて隅っこで震えていた。しかし、あ、銃じゃなかったんじゃない？実は違うかな。ピストルだ。おそらくハイネ係官のものだっただろう。ホルスターから落ちた時、安全装置が外れたのだ。証人はそれを拾った。そしてどうしたか？君はそれをピストルだと知っていたのか？なんとなく分かっていた。どんなに危険なものなのか。しかし酸素を薄く、私はパニックに陥っていた。とにかく貴様はピストルをハイネに向かって投げたのだな。夢中だった。次の瞬間、今、はいはいはい、銃声は一発だけだった。あれを投げつけた後、私は気を失ってしまったらしい。あれ以来、頭の中にいつもこだましているのだ。一発の銃声と恐ろしい悲鳴がな。悲鳴？今でも？そうだ、はっきり耳に残っている。おそらく一生消えることはないだろう。やはり証拠と矛盾している部分がある。嘘ある？見てみようか。ここ関係ないでしょ。これ関係なくて、違う、あー、ここか。これも関係ないもんな。これかな。発見現場距離、あ、一切手がかりはって書いてるな。
あ、2発撃たれてるわ。あ、これ結構違うじゃん。酸欠状態だった。手がかり発見されずだもんな。これ違うな。ここかな。ここに来てたよね、確か。本当に一発だったって聞いてたよな。ちょっと待って、もう一回見ていい？これだな。ここ、多分ここだな。おい、水力、この資料見てほしい。2発発射されていたそうだ。水力。銃声は一発だったんだな。それは間違いない。ってことは、ミチルギが気絶した後に、あれなんだ、もう一発撃たれてるわけか。エレベーターの中に響いたあの音、そして悲鳴。それを聞いた私は気が遠くなって、そのまま救助されるまで気を失ってしまったのだ。なるほど。それはおかしい。もう一度この資料を見てください。被告人の証言と明らかに矛盾している。泣きもせず、またそのファイルを持ち出してきたか。いや違うんだよ。カルマ違う。このファイルが、完璧に情報が揃ってんのよ。このファイルだけでいいんだよ。本当に。我が輩は認めないぞ。ページを示さん限りはな。これ示しても意味なくないから、3ページしかないんだよ。被害者データな。これ資料の被害者のデータを見てください。ここにはっきり書かれています。凶器は2発撃たれていると。ミツルギレージは銃声を1発しか聞いていない。しかし現実に凶器のピストルは2発撃たれているのです。1発はミツルギがピストルを投げたことにより暴発。するともう1発は一体誰が撃ったのか。ふぶー。すると2発目を撃った人物が他にいたということですか。裁判長、忘れてはいないだろうか。この事件は15年前に起こった。証拠も古い。ピストルは確か2発撃たれている。しかしその2発目がいつ撃たれたのか。もしかしたら事件の前日に撃たれたものかもしれない。2発目の発砲が事件と関係があるという証拠はないのだ。なんだと。なるほど、確かにそうですね。なるほど、君どうですか。どうだろう。いやでもこの弾があるんだよな、一応。ただこれ、いやどうだろうな、分からねえな。あでも窓ガラス当たってるもんな。事件の際に撃たれたという証拠はありますか。事件の際に撃たれたという、でもこれがでも暴発の可能性もあるもんな。でもこの写真も十分でも証拠ならない。だって窓ガラスも割れててさ、でもダメージも食らってるからさ。まあでもいいや。ちょっと今回終わろうかな。なんかちょっと唐突始まっちゃうな。次回ちょっと一回これやってみるか。どうだろうな。もう一発が、でもこれ証拠だよな多分な、普通に。はい、そんなバカなことが。まあまあ、カルマ剣士、驚くのは証拠を見てからにしましょう。正解っぽいな、一応。証拠見せるのは。待てなきゃね。今回はちょっと時間がいい感じだから、これで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。